私がパスカルだ。の日だっていうのに。その身体検査のせいよ。私測りたくない。え、どうして？身長や体重がどれくらい増えたか。あ、チカちゃん体重気にしてるの？全然大丈夫だよ。ハヤト君にはわからないのよこの気持ち。おはようございます。皆さん揃いましたね。それでは身長計に乗ってください。時は金なりです。少しでも早く授業に戻ることが大切なんです。今年も俺が一番だな。身長は結構伸びたと思うな。誰が計測するんだ。はい、計測する人がいないと意味ないよ。何を言ってるんですか。そんなことはありません。え、まだ会場にもついていないじゃないですか。なんだよこれ。それでは出発です。何？地下50階へ参ります。皆さん到着です。ここどこなんですか。地下50階特設身体検査会場です。学校の地下になんでこんなところが。早く保健室に返してください。私を誰だと思っているんですか。誰って、パスカル先生です。そうです、私は教師です。皆さんの健康のために体の状況を把握することも私の大切な仕事なんです。ですから私は普通の身体検査よりもさらに精密な測定を行いたかったのです。その気持ちも分かってください。先生、僕たちのことを思って。だとするとやっぱり先生は生徒たちのことを大事に。僕は500円払うぞ。私は単純に1000円。えい、毎度毎度。その他のオプションも。測定結果を売り物にするな。体重マイナス1キロ1000円。私は3000円出そうかな。チカちゃんダメだ。しょうがないですね。わかりました。まずはこちらの精密測定からです。さあさあ、ハヤト君から。はい。少々時間がかかりますがリラックスしてくださいね。はい。ようやく測定が始まるよ。でも精密測定って。10番5センチ、11番 4.6 センチ、12番5センチ。これって何の測定ですか。髪の毛の長さ測定です。一本一本全部測るまで終わりません。うわ、そんな測定いるか。次の測定はこちらです。モグラ叩き。なるほど、反射神経なら任せとけ。岩田君、よしかい。おっ、ドハンだ。校長先生、何やってんの。チキシューわー、わからねー。いやいやいや、こんなの当たらないだろ。からのこちらです。これ何の測定だよ。どこまで校長先生に接近できるかの距離を測定します。まだいけますかね。あー、ギブ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 。続いての測定は。いい加減にしてください。あ、ハヤ
みんなを見てください。みんな疲れ果ててますよ。なぜこんなことをするんですか。そうですよ、それはその、うん、何か理由があるんですか。話してください。実は体重が気になって体重測定をするのが恥ずかしかったんです。はあ、そっか、うちの学校は先生も一緒に測定するから。え、先生がそんなこと気にしなくても。ハヤト君にはわからないでしょこの気持ち。どっかで聞いたようなセリフ。先生、恥ずかしいのは私だって一緒ですよ。そうですよ、気持ちはわかりますけど、僕たちだって先生の体は心配ですし。ちゃんと身体検査しようぜ。そうだよ先生、僕たちもついてるから一緒に身体検査しましょう。皆さん、私はバカでした。恥ずかしいなんて言ってられません。健康が第一です。保健室へ戻りちゃんと身体検査をしましょう。はい、それではまずは肺活量を測定します。最初はどなたからですか。はい、まずお手本として私からいきます。ではこちらを思いっきり息を吸い込んでください。先生の肺活量ってどれくらいかな。体が小さいから私たちと同じくらいじゃない。どうぞ。もういいですよ、吐いてください。パーフェクトプレート。ここはバスカワールド。冒険王を目指す勇者たちが欠片を求めて集う大地。これは技の欠片を守りし伝説の賢者の物語である。私は義賢者パスカル。この大陸に古来より存在する冒険王の証である3つの欠片の一つ、技の欠片。そのかけらの持ち主こそがこの私である。誰もがこの私の言葉を求め、この私の言葉を信じ、この私の言葉に導かれる。この度はお集まりいただきありがとうございます。真相はいかがなのでしょうか。どうなんですか。あれが義賢者、謝罪会見だと。技のかけらはどうなったんですか。昨日の夜一体何があったのでしょう。本当にすみませんでした。技のかけらをなくしてしまいました。嘘、かけらないの。2軒目の店に行ったまでは事実ですが、まあその後の記憶がないと言いますか。つまり飲みすぎてどこかになくしてしまったんですね。はい、いやいや飲みすぎてはないですよ。2軒目行ったけどこんなに飲んではないですよ。記憶はないけど、なんなんだこの男は。とりあえずね、もう飲むのはやめます。反省した、もう絶対飲まない。絶対嘘だろ。その後の記憶はないんですか。だが一つだけ分かってることがある。昨夜の自分すっごいモテモテだった。だからシェルフ。こうして技のかけらは夜の街に消えていったのだった。なんのこっちゃ。続く、次はこちら。パスカル先生、放送室に呼び出したりしてどうしたんですか。ハヤト君、私はとうとう見つけてしまったのです。これはすごい発見です。すごい発見。一体何を見つけたんですか。今日のアニメの本編の中に 1% パスカルを見つけてしまったのです。うわーって何ですかそれ。説明しましょう。 1% とは1億分の1じゃなくて1000分の1だったかな。いや、何分の1だっけ。100分の1。とにかくそれくらい小さくなった 1% の可愛いパスカルなのです。そ
んな 1% パスカルが今日のアニメの本編に紛れ込んでいました。優秀な生徒ならどこにいるか見つけられるはずです。ハヤト君も見つけてみてください。そんな小さいのわかるかな。あ、それとテレビの前の皆さんもぜひ一緒に見つけてみてくださいね。それでは準備はいいですか。今日の 1% パスカル VTR スタートです。あ、始まった。パスパス。うわー、あのシーンだ。本当にいるの？ほらほら、わかりませんか？よく探してください。はい、終了。皆さん見つけられましたか？全然わかんないよ。答えはここです。さあ、どこでしょうかね。ここですかね。あ、いやいや、そんなところではないですよ。本当にいるの？はい、発見。 1% パスカル。あ、いた。これがわからなかった生徒は小学生失格です。幼稚園からやり直してください。こんな小さいのわかるかい。次回の 100% パスカル先生はこんな時間終わりです。予習復習忘れずに。